野瀬川バイブルメッセージ野瀬川だよりです。今日の聖書の言葉、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。使徒パウロはコリント第2の手紙において、コリントの教会の兄弟姉妹に宛てたこの書簡の中で、誰でもイエス・キリストのうちにあるならその人は新しく作られたものですと語りました。すべて人間の目で見えるものは日々また一瞬一瞬古びていきますけれども、イエス・キリストを信じた一人一人の兄弟姉妹に対して、またキリスト者に対して、神様はあなたの心の内から新しい命の川があふれ出、そしてキリストにあってあなたは日々新たにされていくのですと語ります。このイエス・キリストのうちにある人生こそ、私たちに将来と希望を約束するものです。